ジャル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 。あ、もしもし。あ、もしもし、ごめんごめん。はい、ちょっと俺も手先で今電話してて、ちょっとうるさいかもしれんけど、聞こえる？大丈夫？あ、大丈夫。うん、はい。いや、明日記者会見。あ、はい。あ、リモート記者会見。いや、ちょっと緊張しますね。まあまあまあ、せっかくデビューするんだから。はい、うん、ほんで、まあ、結局芸名がなんか宙ぶらりになってて、どれで行くねみたいな感じになってるやんか。あ、はいはい。で、まあ、事務所の社長としてはやっぱり盛大にこう名前を打ち出したい。はいはいはい、うん、で結局どれがいいんかなと思って。いや、本名で行きたいですね。もう、あ、いや、でもそれはやっぱ売れてからが大変やから。そう、病院なんかもう平気で待合室で本名呼ばれるから、そうなったら絶対芸名がなあれやから。はいはいはい。でも僕ほんまに、うん、まあ、ずっと言ってる通り、うん、ディーン・フジオカさんみたいな俳優さんになりたいんですよ。はいはいはい、はい、やっぱ海外でも活躍できるような。あ、じゃあそれやったらもう間違いなく気合会の方がいいってことか。それ何でしたっけ、それ。あ、下の名前が木屋会。木屋、あ、はいはい、うん、木屋会。え、うん、上何でしたっけ。陳さん。もうどうしたん。いや、ダメでしょ。いや、明日の会見で僕陳さん木屋会で行くんですか。いや、俺、いや、お前がそのそうな、ディーン・フジオカさんに憧れてるんであれば、まあ陳さん。陳さんって何なんですか、まず。名字、名字。陳さんってなんか名字っぽくないじゃないですか。そのディーン・フジオカみたいな。うん、陳さ、木屋会って、そう、全然なんかこのディーン感もないし藤岡感もないし、陳さ木屋会やねん、フルで言ったら。お前、陳さ木屋会か。もうええって。ど、え、お前陳さ木屋会か。社長、それお前絶対すっぱ抜かれるなよ。お前ブレイクしてからお前そんなもんすっぱ抜かれてアウトやぞ。いいでしょ、陳さ木屋会ぐらい。お前芝居の説得力一気になくなるぞ。赤ないし、ほんで一気に芝居軽なるぞ。なんすか陳さ木屋会って。お前、陳さ木屋会んか。いや、赤ないっすよ。お前、なんで言うねん、急に陳さ木屋会。いや、だって、陳さ、なんでピンとこないんですか、自分でつけた芸名。いや、まあな、占い師さんがいろいろアドバイスしてくる、まあ、くださるからさ。いや、誰なんすか、その占い師さん。で、僕、明日、その作品の記者会見って、僕、その、何にも聞かされてないですよ、どんな作品なのか。ああ、それやったら、まあ、明日、占い師さん連れて行こうか。マジっすか。まあ、まあ、田町さんって言うねんけど、田町さん。うん、田町さん。それ有名な方なんですか。まあ、それはメディア的には有名じゃないけど、まあ、すごい方やで、田町さんは。え、もうこの予約待ちみたいな。うん。あ、そうなんですか。そう。田町さん。そう、まあ、仲良くなったら下の名前で呼べんねん。え、なんて呼んでるんですか、社長。俺は自己丸さんって呼んでる。何？自己丸さん。自己丸？うん。自己丸さんって言うんですか。そう、自己丸さん。いや、下の名前がな、で、仲良くなったら自己丸さんって呼べんねんけど、やっぱ仲良くなるまでは名字で。本名じゃないっすよね。うん、それ本名じゃないっすよね。あ、その人はなんかもちろん本名教えてくれんけど、まあ多分芸名やと思う。うわ、芸名ということ。それ、あの社長、それ自分で言っててなんか、うん、思わないですか。何が、田町さん。いや、田町さん。下の名前が自己丸さん。はい、それで続けて言ってくださいよ。自己丸っつってもあれやで、 G はチーに点々やで。うん、余計やん。何が。田町のチーもチーですよね。チーで、で自己丸の G がチーに点々ですよね。そうやで。じゃフルで言ってみてくださいよ。田町自己丸さんやろ。もう開けすぎでしょ。で、まあボールの球やねんけど、漢字は。ほんで、糸やねん。ボールの玉？玉で糸って書いて、玉地って読むねんて。ほんで、宿？はい。宿に、小丸って書いて、自己丸さんって読むねんて。小丸？小丸。小丸っていうのは？ひらがな。玉地自己丸やん、だからそれ。え？だから、なんで漢字を分けるんですか？お前、ただ縮まってんのか？いや、違うって。お前、寒いんか？玉地自己丸ってんのか？お前それ絶対すっぱ抜かれんなよ。社長、ちょっとお前売れてからお前そんなもんすっぱ抜かれたらお前アウトやで。今回ほんまこの作品決まったから、うん、僕辞めずにギリギリおるけど、うん、何にも仕事決まってなかったら僕ほんま辞めてますよ、マジで。いや、お前結局どうすんねん芸名。いや、だから本名でええやん。いや、だから芸名つけなあかんっつってるやんか。なんかかっこいいのないですか。僕一個も思いつかないですよ。そうだ、マボーイで行くか。じゃあやっぱり、マボーイ、マボーイだけで行かせてください。
いやお前下の名前だけってさ軽々しいで芸名として、それで名字ちゃんと金太ってつけた方がいいよ。あの真の少年でマボイでしょ。そうや。あいいっすよ、じゃあ僕はだから古名字は金太やけど、うん、なんかこのみんなからマボイマボイって呼ばれてるっていうことで、あフルネームはあんまり知られてないみたいな感じでいきたい。それやったらまあでも100歩譲ってタレントメーカーにはちゃんと金太マボイっては出すで、それはフルネームで、それはちゃんと、それ正式名称を出さな、それタレントメーカーって、それ今そんななんか重要っすかね、なんかそれ出さなダメなんですかタレントメーカーって。うん、そんなリチにやった人います、タレントメーカーなんて、その見る人いますかねタレントメーカー。まあそれやったら一応な、その田町さんがこんな芸名もありますよと教えてくれてん、一応他にも。ろくなやつじゃないやろそれ、画数的にな、これがもしかしたらそんなに嫌なら私が言うやつがこれもいいんじゃないかとは言ってたけどな。女性ですか。そやで。女性なん、自己丸さんって。うん、田町自己丸って。うん、何も思わんのかな自分で言ってて。なんて言ってました、下の名前が、はい、リツク。え、リツク。え、めっちゃかっこいい。かっこいいやろ。え、リツク。うん、リツク。なんかこの海外っぽさある、なんかリツク。そうやろ、はい、リツクええやろ。リツクめっちゃいい。俺正直それ聞いたこれやと思ってん。あ、はいはいはい。いやもうリツクでええんちゃうかな。めっちゃいい、めっちゃいい。そうそうそう、かっこいいやろ。かっこいい。なんかカタカナっぽくて。カタカナでいいじゃないですか、逆にリツク。いやでも名字があって、はいはい、あでもなんかそれ聞いただけ、なんか俺ピンときて、はいはい、あこれやったかって。え、キンタでもマボイでもなかったか。マジっすか。うん、え、なんすか上。いやもう、いやえかっこいいでほんまに。え、じゃあリツクだけでも十分かっこいいやけど。タマヘバ。え、タマヘバ。タマヘバ。そう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 、なんか不思議な感じせえへん、タマヘバって。いや、タマだけでいいじゃないですか。いや、ヘバってなんすか。いやなんかタマリツクでいいじゃないですか。いや、タマヘバや。あ、タマヘバ。タマキがタマキ。タマキリツク。めっちゃかっこよくないですか。いやでもなんか俺もいや同じこと言ったそれ。あ、はいはい、隠すのめっちゃ悪いねんて。そうなんや。そう、だからまあ、そう、それやったらまあタマチさんが、はい、タマヘバがいいんじゃ、私のタマも入ってるしみたいな。どんな字なんですか、タマヘバ。はい、タマヘバは普通にまあボールのタマ。ボール、はい、タマですよね、はい、で、ひらがなでヘバ。はい、うん、ほんで下の名前ひらがなでリツク。タマヘバリツクやん。え、お前タマヘバリついてんのか。何やねんそれ、めちゃくちゃ嫌やわそんな名前。お前タマヘバリついてんのか。なんでタマ回りばっかりなんすか僕の名前。お前それ絶対週刊誌に突っ張り抜かれんなよ。お前芝居力お前一気になくなるぞ。こいつタマヘバリついてんのか。何の心配してるんですか、突っ張り抜かれるか。タマヘバリついてるぐらいで確認取りようないやろ。いやだ、なんか一応なんか内ももにみたいなも言ってたけど、その後にな。それどうやって頭につけるんですか、後ろにつけるんですか。後ろ後ろ。玉へばりつく内ももに、それ、ま、どんな名前それ。リツク内ももにっていうのが下の名前。でもそれはさすがにないかと言ってたから別に。長いとかじゃなくて文章やん。何が玉へばりつく内ももにって、それ文章やん、名前ちゃうやんそれも。お前内ももに玉へばりついてんの。もうえって、もう剥がすよ、もうすぐ剥がすよ社長。お前絶対すっぱ抜かれんなよ社長。僕何の作品が決まったんですかっていうか、なんでそれ教えてくれないんですか。いやまあそれはどの規模の記者会見があるんですか明日。リモート記者会見やからな、まあ雑誌社としてはまあ一応10社近く来るよ。マジっすか。マジ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 。え、めっちゃメジャー作品じゃないですか。いやそうや。え、他誰が出るんですか。それはまだ発表されてない。それはまだ発表されてない。うん、あ、発表できないってことですね。まあできへん。言わないと教えてください。いや別になんかお前口軽いから言うやろ。決まってるんですね実際は。まあいろいろ決まってはいるよ。それ教えてくださいよ。それおかしないですか。僕共演者ですよね。まあな、僕いや知りたいよそんな。あ、そう、そのテイストわかるじゃないですか。うん、他の人で。はいはいはい。だ規模はでかいですよこれ。いや一応まあ下の名前、いや俺だ、まあそれこそディーン・フジオカさんとか。いやでもこれは単純に俺あんま良くないなと思ってて、一人良くない。一応共演者やねんけど良くない。共演者なんかいない。それ大丈夫かって思うんだけど。え、どういうこと。ペチオっていうね、下の名前がペチオさん。うん、あちょっと僕存じ上げないですね。それ下の名前なんだその人。はいはい、だ一応
共演者やから、はいはいはい、まあ、覚えておいた方がいい。あ、ペチオさん調べときます、うん、で、まあ、名字が、はい、チンって言うねんか。あ、中国の方ですか。いや、日本の方。へえ、うん。他どんな作品出てはんねんやろ。あ、なんやったかな、なんかコメディ系多かったで。あ、コメディ俳優さんですか。そう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 、チンさん。うん、た、な、なんでしたっけ。ペチオ。ペチオ、うん、うん、どんな字ですか。カタカナでチン下の名前がカタカナでペチ。はい。で、王は男やったかな。なんすか、チンペチオって。それやらしい系でしょ、それ絶対。違う違う違う、なんすかチンペチオって。あ、それでも代表作品やったで。そのチンペチオさんのすか。うん、映画やねんけど。チェックしますわ、どんな方が。映画のタイトルは素敵やったね、なんか。え、なんていうやつですか。風呂上がりに子供を笑かすためにっていう。それそれ映画ちゃうやろ。いやいや、コメディ映画で。うん、それ風呂上がりに子供を笑かすためになんかチンチン振ってペチペチペチってやってるやつでしょ、それ。どういうこと。なんでそのちょっと待って、よくわからん。それ、その役名やったらわかるんですよ。その作品においての役名がチンペチオやったらわかるんですよ。え、本名チンペチオ。せやで。え、どういうこと。まあ絶対 B 級やん。いや、別にお前な、共演者がな、過去 B 級出たら関係ないやん。いや、そうやけど、今回の作品が A 級やったらもうそれでいいわけやん。まあそれはそうですけど、うん、僕その分からん、規模が分からんねんな、ほんまに。何が。やばいですって、それやったらなおさらチンペチオさん出て、僕がチン、あの、キアカイでチンサキアカイやったらやばいっつって、ほんまにマジで誰にも取り扱ってくれなくなりますって、これ。じゃあとりあえず記者会見について、この名前やねんけど、はい、じゃあ一応立久内ももにでいいか。いや、マボーイでお願いします。真の少年でマボーイで、名字はじゃあ金太でいいか。名字はあるけど、うん、あの言わん感じ、なんか存在はするけど、うん、誰もあんまり知らん、認知されてない感じでいきたいです。マボーイめっちゃ気に入ってるんだ僕。あ、じゃあ、まあ一応金太、じゃあマボーイで。じゃ あ、 あの記者の方からはあのマボーイって呼ばれるようにするわ。な、 それ統一してください。あ、オッケー、それはもう任せて。はい、うん、じゃないと仕事の幅が狭まるんで。うん、じゃあ、まあ、田町さんもいつか紹介するな。いや、いいです、いいです。あ、ほんま。大丈夫です、はい。前もジュコマルさんって呼びたやろ。いや、別に呼び方はどうでもいいんですけど、うん、ちょっと会いたくないです、その人は。あ、ほんまか。そうかそうかそうか。はい、全然わからん、作品の規模とか、他誰出てんのかとか、どういう作品なのか、ジャンルとか、なんで何にも聞かされないですか、僕。まあ、それはまあ始まってからやな。うん、記者会見で俺何答えたら。お前変に役作りするやろ。俺な、お前のありのままが好きやねん。ああ。ああ。確かに、ちょっと、力入っちゃって。いや、俺な、ほんま玉蛇くんの、その、なんていう、ありのままが好きで、玉蛇くんがもうそうやってもう言ってくれるだけでいいから、俺その演技。マボーイです。ああ、そうか、ごめん。金太がもうその言ってくれるだけでいいから。マボーイって呼んでください。金太。マボーイって呼んでください。ああ、オッケーオッケー。うん。まあ俺は金太って呼ぶけど。マボーイでいいです。金太。マボーイでいいです。金太。マボーイでいいです。金太。マボーイ。金太。マボーイ。金太マボーイなるやん。お前金太マボーイなの。もうええって。もう。お前絶対それすっぱ抜かれんのよ。勘弁してください、ほんまに。うん、すっぱ抜かれへんから。うん、何をすっぱ抜かれるんすか僕。ほんましっかりしてください。玉ヘバじゃなくていいか。リツクでもええぞ。お前リツクもかっこいい。リツクはかっこいいですね、はい。玉ヘバでいくぜ。リツクだけでいきたいです。玉ヘバ、玉、うん、玉ヘバはちょっとすいません。玉井とか。いや、玉もいらんねん、別に。玉井がいいな、確かに。ジョージ・リツクみたいな、無理っすか。何それ。ディーン・フジオカみたいな感じ。ジョージ・リツク。画数がいかにも悪そうや。玉井でもええぞ、別に。あ、た、え、マジっすか。まあ、画数はどれも、もちろん、あの、玉井さんに調べてもらうけど。はいはいはい。あ、そうやったら玉井・リツクがいいっす。ほんま、はい、玉井でいく。あ、玉井でいく。玉井さんの名前なんか俺イメージちゃうな、リツクは。え、リツクかっこいいのに。なんかちっちゃい通から始まる名前も良さそうじゃない。え、奇抜。玉井っていう名字で次ちっちゃい通から始まんね。え、めっちゃ奇抜。1個じゃないよ、2個だよみたいな。ん、1個、
え、どういうこと？1個じゃないよ、2個だよ、みたいな。1個じゃないよ、2個だよ。それ名前ですか？下の名前、うん、なんか1個じゃないよ、2個だよ、みたいな。たま1個じゃないよ、2個だよやん、それ。で文章やねん、これ、名前じゃなくて。まあ、この画数悪いか。まあ、よ、な、じゃあ、素人が決めないでください。いや、プロもどうにかしてるけど。じゃあ、とりあえず、金貨で。はい、まあ、ボーイでお願いします。OK、じゃあ、明日よろしく。お願いします。うん、盛大に。今夜は。